でも僕らもね、毎回あの画材を変えたり、あの紙を変えたりすることで、あの何て言うかな、少し負荷をかけているんですよね。あの慣れちゃうと無意識の部分が多くなってくるので、あの慣れないことやると意識的な時間になるんですよね。やっぱり短い時間で描くときほどこう着地点をねしっかりイメージしないと、まあ余計なことをして時間が足りないっていうことに往々にしてなりがちなので、イメージするっていうのが大事ですね。で2分で無理っていうふうにね最初に思う方って多分無理な着地点をイメージしてるわね。まあ皆さんやってみてくださいよ、そんな簡単に。さっきひよとくん、上手な人は筆長く持つ。なんか短いみたいですね。ダメな子だろ。